上級、また来たよ。今回は無事に着地できた方かな。空から飛び降りたって大丈夫、私のことを信じて。善は急げって言うし、今すぐ出発する？どこに行くべきか本当にはっきりしてるの？前の手がかりと照らし合わせてみると、あのドニグルっていう犬、多分老朽と桜花を行き来できるんだよね。目標が明確かどうかはあなたの判断基準次第。例えば夢追い人の体の状態を考慮し、先ほどは全面的かつ穏便な案ではなく効率を重視した。捜索方法を穏便なものにしたいのであれば。ちょっと待って、その捜索方法についてなるべく詳しく説明して。それとその案を取る理由やメリットとデメリットも教えてほしい。そう疑問に思わないで、こいつの説明を聞けばどうして聞いたかわかる。ええ、望み通りに。まず効率重視の案について、目下の状況を考え、あなたたちの目標はドニグルをなるべく早く見つけることと判断した。そのため手がかり不足である現状を考慮し、行方を推測する必要がある。少し前に私の協力のもと、コラリーは七釘のうちの一つを抜いた。あの時はなるべく影響を抑えられるようリトストの釘を選んだ。今の存在のあり方から見れば、そのうちにある力は確かに取るに足らないものと言える。しかしドニグルにとっては別の話だ。これまで観察してきた経験から見れば、他人がリトストの異物に触れることを許すはずがない。だから私たちが桜花へ戻った時に、彼は同時にそこへ向かった。でもそれは少し前に起こったことだよね。今向かったところでそんなの、株を守りてウサギを待つって感じじゃない？言いたいことはわかる。しかし効率面から考えれば、あてもなく盲目的に追跡するよりマシなはずだ。じゃあ全面的かつ穏便な案て？そちらは割と単純だ。夢追い人、あなたと少爵、二人分の墓を用意しようか。そう難しいことではないはずだ。少爵は自分で風水を見られるし、二人の死後の準備が整えば、心置きなく老朽と桜花を隅々まで探索し、万全を尽くせる。コラリー、あんたがどうしてあんな風に聞いたか分かったよ。さすがは加工おばさんと言うべきかな。少爵がここにいなくてよかったよ。じゃなきゃ縁起の悪いことを言うなって怒鳴って、悪運退散とかブツブツつぶやきそう。今私のことを何と呼んだ？前に少爵があなたのことを理不尽だって言ってたよね。ならおばさんで問題ないでしょ。ちょっと待って、少爵がここにいなくてよかったって何？一緒に来たんじゃなかったの？彼女はどこ？ん？大丈夫？何しろ術なんだし、これぐらいどうってことないよね。もう大げさなんだから、うちはもちろんに。とにかく
うちは術なんだから、ちょっとぐらいおんぶしてもらったところで別に大げさじゃないだろ。なんと言えばいいのか、術が名実相伴うものなのかますます疑ってしまう。悪いことでもないんじゃない？何しろ相手は術に敗れてるかもしれないんだから。じゃあそろそろ出発する？うん、とりあえず確認してみよう。待ってってば、まだ立てないの。